正直美味しくないんじゃないか、正直美味しくないんじゃないか、僕を連れて進め。皆さんこんにちは、板垣です。今回は夢叶えますプロジェクトの新しい企画として大正ロマン食堂を始めます。どん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 、はい、斉藤さん一緒によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。斉藤と申します。今日はね、大正時代の当時のレシピを再現して美味しいものをいただけるというね、噂ができましたので、ね、非常に今日楽しみでございます、ね。はい、では、今回は大正ロマン食堂ということで、はい、大正時代のお料理を再現するという企画になっております。はい、今回こちらを、大正時代のお料理を再現するにあたって参考にする文献がございます。はい、そうですね、今手元にありますね。はい、はい、都立国会図書館デジタルコレクションでも見ることができます。こちら365日毎日のお惣菜という本です。なるほど、レシピ本ですね。レシピ本、当時のレシピ本なんですが、もうすごいページ数のすごいレシピの量が文字のみで載っております。365日っていうぐらいですからね、これだけの分量になるかと思うんですが、はい。で、今回ですね、こちら大正時代のお料理を再現してもらうのは、はい、夢叶えますプロジェクトでお世話になっておりますテラス屋の吉場さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今や、大正といえば、鬼滅の刃です。どうしたってということで、今回は鬼滅の刃で出てきた大正時代のお料理を再現します。ありますね、はい、今回再現するのは、あの映画でも出てきた鬼滅の刃単行本7巻に登場します、はい、煉獄さんが列車の中で食べているうまいうまいの弁当再現します。おー、なるほど、そういうシーンあるんですね。はい、そうなんですよ、非常に有名なシーンでもあるんですけれども、実はあれ牛鍋弁当らしいんですね。牛鍋弁当だったっていうのは、鬼滅の刃の公式ファンブックに記載があるんですけれども、その当時でいう牛鍋っていうのはお野菜とお肉を煮たようなものなんですね。はい、白滝とか入ってないんですかね。ないんだと思うんですよね。もしかしたらすき焼きに近いのかなと思うんですけれども。はいはいはい、はい、じゃあその牛鍋弁当なるものを今日再現しようと。はい、でございます。こうだけどね、冒頭で触れたこのレシピを参考にしようと、はい、いうことだと思うんですけどね、はい、これ見る限りはかなりね、レシピとしては心細い内容ですよね。4行ぐらいしかなかったんですよね。そう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 。で、当然写真だとか絵もね、ありませんので、はい、どうですかこのね、レシピご覧になって東大というのは。ですね、このまま再現すると間違いなく美味しくないです。美味しくない。美味しくない。ちょっと待って、美味しくないかもだったらいいですけど、間違いなく美味しくないって今断言されちゃいましたよ。どういう気持ちで作ってもらおうかって感じだろう。よっぽどその、まあ、吉田さん腕がありますからね。そうですね、まあ、そこに期待するか、ねうん、あるいはもう食材だな、はい、これしかないかなと、はい、楽しみですね。はい、はい、では早速作っていただきます。よろしくお願いします。 OK です。そもそも疑問なんだけど、どうした？これは誰の夢なの？それ聞いちゃう。うん。それね、うん、俺の夢なんだよこれ。お前かい。いや、本当鬼滅の刃大好きだから、うん、もうせっかくだったら、そのね、大正時代の料理の再現っていうのもいい。なんかちょっとお願いしたいなと思ってて、はい、消せない夢も止まれない今も、まあ、醤油だけだからね。バターと醤油だけだ。バター醤油だよもう。すき焼きって言わないで。いや、いいんじゃない、美味しいと思うよ俺は。俺は美味しくないと思う。まあまあまあ、食べてみてお楽しみだね。じゃあそれはね、そうだね、まあ、食べなくても分かる、うん、
言うね。了解、じゃあ、うん、早速作ってもらおうかな。じゃあ作るよ。作るというか焼くな。焼くだけな。よろしくお願いします。お願いします。持ってきます。やったー、持ってました。いやもうお腹空いちゃってしょうがないですよ。来ましたね、ぐーぐーですね。お待たせしました。ありがとうございます。おー、来た来た、うおー、パッケージがね、すごい。お弁当箱にオレンジ色がね、このパッケージがちゃんと作られて、立てていますか、はい、装飾すごい、もう開けるのもったいないぐらいでね、やめていきましょうか。もうやめます、やめます。違う、立てる企画だった。そうかそうか。ねえ、じゃあ開けましょう。ではオープンザ、オープンザ弁当、弁当じゃん。おお、いいじゃないですか。すごい、見た目はもうね、なんか対象とかも感じない、今ね、とっても美味しそうで、そうお肉が牛肉と、そう、そして卵と玉ねぎ、あと豆腐も入れていただいてます、うん、あと紅生姜も入ってます、うん、紅生姜を入れてくれたっていうことで、ね、ご覧になっていただけましたか。大丈夫ね、はい、いただきますよ、いただきさん、はい、じゃあいただきます。いただきます。ここはね、美味しい、食べたいけど心は鬼にして、鬼にしていただきたいところですね。はい、いただきます。すごい、牛肉をたくさん入れていただきましたね。はい、はい、んうん、うん、すき焼きとはもちろん味付けが違うので違いますが、全く味がないわけでもなく、うん、バターの香りがしつつも素材の味が生かされてます。お、どう思ってるのかなと思ったら、でも情報ね、変換というかね、今しましたが、なんかね、うん、確かにあっさりはしてます、うん、でバターの風味もしてますし、肉の素材は分かるんですけど、うまい、お、こう言ってますね、後ろから。桃の辛さをちょっとね、正直感じるんですよ。感じます ね、 ね、やっぱいつも食べてるこうすき焼きっぽい味をやっぱ連想してしまってたからですか ね、 ですね。肉だけ食べたりしますか。うまい、うん、また言ってますよ、後ろね。でも私はこれ好きですね、シンプルな味付けでとても美味しいです。確かにいい味がしてる、うん、だからこう先ほどね、こう作ってもらう前に、うん、千葉さんがね、正直美味しくないんじゃないかって、うん、断言してたんで、おっしゃってましたね。そこから始まってると、確かに、でもそんなことないなって、そんなこともない気はするんですよ。うまい、もういいから、うん、なんか癖になってきますね、食べてると一口目の印象とだいぶ変わってきてこの味の染みてるところってだいぶあるんですよね、うん、この牛鍋弁当ですから、うん、冗談だけで美味しいけど、うん、美味しい、箸が止まらなくなってだいぶね、半分近くなって、私はもうね、半分以上なってほぼないですね。そうそう、結構いけますよ、うん、ね、美味しい、シビアにっていうつもりだった心を見てたつもりが、5人になってたつもりなんですよね、うん、はい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 、はい、まあ、それが俺は美味しくないと思ってたんですけど、はい、一応現代版というか、ああ、すき焼きを、すき焼き風で今、即席で今作っております。ありがとうございます。ありがとうございます。さすが。大丈夫でしょ、大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。うん。うん。これ。うん。これ。飲んでますからね。もうでも完全にすき焼きとこの牛鍋弁当はやはり味付けもですけど別物ですね。うん、そうだと思います。それぞれの良さがあるような気がしますね、はい、どちらも美味しいです、う
ということで、大正ロマン食堂1回目は牛鍋弁当でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。全国産のお弁当が食べれて感激でございます。こちらも美味しい。3回見た、いただきたんですからね。お満足ですね。今日帰れますね。間違いなく、もう満足が胸がいっぱいです。はい、ということで、次回やるかどうかわかりませんが、また次の機会に。はい、お会いしましょう。ごきげんよう。決めるよ。やるぞ。やる。